周年でございますよ。みんな頑張って、忙しい人頑張って、もう4年だって、やばいね、びっくりしちゃ、早いね本当に、あっという間に4年経ちたありがとう、4周年だよ、4周年おめでとう、ありがとう、5年目もよろしく、本当によろしく、よいしょ、やったー、大人になったね、ほんまに自分でもなったと思う、5年目もよろしく、あ、そうオーディション最終の時の合格した時は足の映像やろ、見たで嫌だーとか言いながら懐かしいって言ってた。ちなみにさっきツイートポストしたあの動画あるじゃん、見てくれた人多分いると思うんだけど、あれはほんとさっき、マジでさっき急遽作った急遽作って急遽あげたやつなんだけどね、急遽作りましたせつしたよ、ほんとショールームでやっと喋れるようになったよね、昔マジで何にも喋ってなかったもん12、13とかで、そうそう、それくらい、あー、ついておろした、ありがとう、 X した、マジでまだ見てない、いい、見てきて見てきて、言うてあれ30分ぐらいかな30分ぐらいでパパって急いでやったから、全然あのクオリティのかけらもないんだけどクオリティのかけらもないんだけど、4周年ありがとう、時計の針が、針の音が響いております、前々回の生誕の木材公演かな、あ、そう、多分そう、そう、そのはず、多分ね、多分、いや、マジで記憶曖昧でフォルダの中からめっちゃ引っ張り出してきたやつ、くしゃみが出そうで出ない、あの狭間をずっと意識してる、こんばんは、いらっしゃい、やったー、で本当はね、最後に2期生行くぞーっていう音声があったら入れたいなーと思ってたんだけど、なかなか見つからんかったけん入れられんかったんやけどね、4歳なのよ、なんと4歳ですよ、マジで、いやー、4周年ありがとうございますとか言いながら、この配信枠は多分30分から、30分で今日は終わりなので、よろしくお願いしますという形で、懐かしいね、本当にオーディションが懐かしい懐かしいな、本
4年だって、あっという間。で春夏秋冬以来の動画、そう春夏秋冬の MV の時も、あの時にちゃちゃっと作ってちゃってあげたやつだけど抵抗にも程があるって感じなんだけどね。だいぶ編集もね、いろ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 自分なりに勉強しながらねやってはいる。あの動画、あ今日あげたやつのめっちゃ吠えてる。めっちゃ吠えてる。今日あげたやつのその動画の最後、一番最後にね、右下の方にちっちゃく丸い線がこう2個ポンポンって出てくるシーンがある、場面が、場面シーン、あれがあると思うんだけど、あれも全部一からあれ全部一から やったりしてね。あの時春夏秋冬の時よりは編集技術も上がったのではないかと思っておりますが、オーディション動画ママです。あ、そう、まあれママです。よし、おめでとうございます。ありがとう。リアタイで見る、見れたら見たい。見れるかな。受かると思ってなかった受かると思ってなかった。受かってよかった。あー、ちょっと待って、そちゃんさん、わー、何のクマこれ、すごい、お化けクマだ。ありがとう。いやー、ありがとう、そっちゃんさん、ありがとう。すごい、すごい、いやー、ありがとう、ありがくまたわー、ありがとう。ありがとうございます。かわいい、このくま。これからも頑張ってね。ありがとう、ありがとう、よろしくね、ありがとう、これからもよろしくね、本当にありがとうございます。懐かしい話がいっぱい出てくるめっちゃ懐かしい。春夏秋冬の MV ね、公開してほしいよね。めちゃめちゃいいのにね、あれめちゃめちゃいいのにさ、公開しないのってもったいないじゃん。絶対なんで公開しないんだろうとは思いつつ、なんでなんだろうね。あれ、私は受かると思ってなかった。こんばんは。今下アングルからやったらね、多分やばい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 。ありがとう、いらっしゃい。マジでなんで公開しないのって感じだけど、あ、ないものをなぜ公開しないのって感じ。あの画面分割して歌ったやつじゃなくて、本当にちゃんとした MV をね、あるのよ。あるんだけど、何限定で公開だったんだっけ。何か限定で公開だったよね。なんかその全体公開は全然してないのよ。絶対するべきだと思うよ、私は。
マジでするべきだと思う。広島の廃校でそう撮影したやつ、パシャの誕生日に撮ったやつだよ。ショップで購入した人限定だったらしい、 DVD を。で、絶対公開した方がいいじゃん。今更無理なんだろうけど 今更無理なんだろうけどさ、このままずっと このままずっとさ、公開せずにやっていくのってもったいないよって思うけどね。どうなんだろうね、そこのとこ。だって私も見たいもん 私も見たいもん。進化シュート、見れる YouTube とかで見たいもん。普通に検索 それはし本当に。でもね、公開し、そんな、そりゃそう出るよね。こんばんは。ありがとう、4周年ありがとうございます。ありがとう。公演開始前に会場で上映してほしい。わあ、いいな。うわあ、いいね。他のタイミングでさ、そのアンピーの卒業公演とかでもいい。アンピーの卒業公演で流しちゃってもらしいと思うな。MC と MC のさ、 MC と MC 違うわ、曲と曲の合間でさ、一回流すとかでもいいとは思うけど、どうなんだろうね。4周年だって。ゆめか、行ったかだったらほんまか いいね、いいでしょ。周年婚なし、私はなしなんじゃないかなって思ってる。滝野さんの卒業とかもろもろかぶってるから、なしかなってなってる。 YouTube がいいんかな、それはそう それはそう、YouTube がいいかなーって感じ。時が経つの早いね、本当にね。卒業公演出るんだっけ？出れなかったら泣いちゃう 出れなかったら私泣いちゃうかも、逆に。YouTube で公開してほしいよね、本当に。MV 見れないから、その代わりに私が自分で作ったあの時のオフショみたいな、オフショみたいな動画をたまに定期的に見返すっていうことはたまにしてる。4年前の写真 4年前の写真はみんな可愛いよ、マジで。お家でっていうバージョン、みんな若くていいよ。あれもなかなかね、すごいことやったなって思う。何回か撮り直したもん。明るさが足りない、やらないやらで。生きて最初のショールームフォロー姫様だった。いやー、嬉しいね。あんなに何も喋ってないショールームで ありがとうって感じ。こんばんは。いや、それは大きな声では言えないけど、大きな声では言わないけど それはそう、物申すのはそうね、それはそう。2期生再集結して、春夏秋冬披露してくださら、全員でやりたいよね、春夏秋冬さ。
やりたい。一番最初の春夏秋冬やりたいね。懐かしいね。4年前。情報が多すぎて記憶の中で埋もれてしまいがち。ほんまにそれはそう。それはそうしか言ってない。そう。あ、そうね。オーディション番組、オーディション番組じゃない、オーディション動画。大好きな人がバックミュージックでかかってるやつに、まあまあ出てる。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。練り歩きしたいね、また。したい。マジでしたい。5時間ぐらい続けて配信したことあったよね。あった。あったね。すごいね。すっごいやってたな。すごい一気にバーってやってた記憶あるわ、確かに。5時間、すごー。 5時間とかすごいな、自分でも思うわ。ようやってたな、すごい。今絶対いや、いけるよ、いけるんだけど、今無理かもしれん。いや、やれって言われたら嫌だもんね、やれるけど、多分途中で無言になっちゃうシーンが5、6回ぐらいで、5、6回は少ないわ。全然出てくると思う。結構厳しいかも。結構厳しいかも。クマと、クマ、そう、ずっとクマと、ずっとクマがいる。あ、そう、STU 合格してから、合格したその日が4、その日が4年前、ちょうど。だから、今日、合格しました。4年前の今日合格しました。びっくり番号。こんばんは。ゲーム配信なら5時間とか余裕よ。マジで余裕だと思うよ。ゲーム配信なら。マジで、リトルナイトメアを配信したいもん。配信したいんだけど、リトルナイトメアってスイッチじゃん。スイッチをこう、どうやってどうするみたいな、あれがいまいち理解できてないから、あれなんだけどね。こんばんは。4時か、4時頃にドライブ中にメタが配信してた記憶ある。やってた、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 やってた。めっちゃ懐かしい。無言タイムが、無言タイムが大量に。ごめん、見つめ合いタイム、確かに。大人になっても話し方も昔の面影が残っててかずっと変わらないね、多分、喋り方。変わってるわ。全然変わってるけど、変わらないかも。あんま変わってないかも。アニメワンクール見る配信ならどう？それできたら最高だね。マジで、殺戮の天使とか見出したら私途中で、うわーってなってるかもしれない。ザックーってなってるかもしれない。一人で。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って。ヤシさん、ありがとう。 ありがとう、熊田。ありがとう。ありがくまたわすぎるよ、それは。ちょっと待ってほしいかも。 ありがとう。お化けだ。ありがとう。お化けのくまちゃん、かわいい。2個並んでんの、かわいい。 ありがとうございます、くまちゃん。ありがとう。一緒にありがとう、本当に。気づいた、気づいた。さすがに気づいた。ねえ、かわいいよね。並んでるのめっちゃかわいいんだけど、これ。めっちゃかわいい、ここ。並んでるのめっちゃかわいい。こっち？こっち？こっち？あってる、こっち。かわいい。大選手楽のラスト1週間シュートやったら超エモかったよね。あれはね、エモすぎたね。あれもエモかったし、
なんだっけ、あの春夏秋冬が1位だった時もさ、僕が大号泣だったよ、あれマジでびっくり。こんばんは。朝7時から夜9時まで10時間カラオケ配信したことあるで。あ、でもカラオケ配信なら私全然ねそれぐらいできるけど、その何でも歌っていいカラオケ配信だったら多分そこまでいけるな。何でも歌っていい感じだったら絶対いける。ロミジュリやりたい、やりたい。おばきちゃん、5年目の抱負お願いします。5年目の抱負か、なんだろうな、その選抜に入りたいっていうのはもちろん大前提としてあるとして、そのゲームとかアニメ関連の仕事がしたいなって思いつつって感じで、そのゲーム配信でもいい、マジでやりたい、ゲーム、そのそれ関連のあれがしたい。なんか一つでもいいからね、そういうのがしてみたいなって思ってます。びっくりした、ちょっと待ってほしい顔、待ってー、いいヨミさんありがとう、かわいい。あーくわ、ありがくまたわ、ありがとう、ありがとう。かわいい、3人目だ、3人目だ、ありがとう、かわいい。めっちゃかわいいんだけど。ありがとうございます、全然ありがとう。え、マジでね、本当に話戻っちゃうけど、あのゲーム配信がしたい、あのしたい。なんかそのショールームじゃなくてもいい、ショールームじゃなくていいから、ゲーム生放配信生放送みたいなのをどこかでしたいなって思ったりしてたりしなかったり、配信じゃなくてもそのゲームやってる動画だとかでもやっていたいなって思ったりもなかったり。仕事、そういうお仕事がしたいなって思いつつ、声優さんもやってみたいけど、私のこの声でいけるかどうかはちょっと定かではないんだけど、加入当時最年少で OKOK。 泣くこと減ったから、あーでも減ったには減ったと思うけど、減ったな。多分減ったかも。こなつさん、あ、たこちゃんありがとう、こんばんは、さこちゃんでて、趣味を、そう、趣味のゲーム、趣味のゲームじゃない、趣味のお仕事がしたいなって思ってる。マイハさんとさコラボゲームしたいけど、コラボしたいんだけど、マイハさんがやってるゲームと私がやってるゲームってまたちょっと違うのよ。そのマイハさんってね、あの銃撃ってやるやつじゃん、私それめっちゃ苦手なんよ。対する私ってあのスプラトゥーンとかリトルナイトメアとかね、マインクラフトとかそっち系なんだけど、あ、全然やる、やりましょうって言われたら全然やるけど、めっちゃ下手だよマジで、やってこなかったのってのもあると思うけど、マジでエイムが合わない。合わない、あれ難しい。動画の編集ってめっちゃ時間かかる？ものによるかも。マジでめっちゃすごいとやつとかは本当に
丸一日かけてやるやつもあるし、あの私が今日あげたやつは全然30分ぐらいでできるんだけど、私あのたまにめっちゃすごい人いると思うんだけど、あれは1日以上かかってる人もいるし、すごいよね。ゲーミング PC 欲しい、可愛い声ストローガー、いやー何声優さん、でもあれだよね、声のさ種類っていうかさ、でもあれは勉強したらいいのか。ST は配信コンテンツたくさんあるからそこ生かしてほしいよね。やりたいめっちゃやりたい、マジでやりたい。タコちゃんの声が合うアニメキャラってなんじゃろ。え、なんだと思う、私の声が合うアニメキャラっている、誰、ある、なんかあるから。本当なのかった、マジでやりたい。27分だよ。え、全然1時間やろうかなちょっと1時間やろうかなってなってた。え、そう、 FPS 系じゃん、マイハさんって FPS 系なんだけど、その FPS を私触れてこなかったの、この16年間。触れてこなかったわけじゃない、全く触れてこなかったわけじゃないけど、触れてきてない方だったと思う私触れてきてない方だと思ってるから、なかなかそっちできないんだよね。好きなことやったらすくちゃん配信で見たい、やりたいし見せたいやりたい、みちさんいいし、第五人格やりたいね。第五人格やりたいけど、第五人格もめちゃめちゃ苦手だよ、マジで苦手だよ。違う、ゲームしたくないわけじゃないの、めっちゃゲームしたいんだけど、私がやってる、私がまうん、マヤさんがやってるゲームめちゃめちゃ苦手ですけど大丈夫ですかって感じ。桃鉄ってやったことある、めっちゃやったことある、めっちゃやったよ、めっちゃやったことある。アモアスしよう、アモアスしたいね。エステアメンバー、ゲーム好きのメンバー揃えてアモアスとかしたくない、めっちゃしたいんだけど、人数いればいるほど面白いから。あれ、ゲームのことポストできんの、多分できるんじゃないかな、ものによるとは思うけど、わかんない。こんばんは、メンバーと何かのゲームで勝負するのは盛り上がりそう、確かに。スイッチとの接続ならわかるぞ。え、スイッチとゲーム、ゲーミング PC の接続ってこと？マジ？わ、これ買え、買えって言われてるかもしれない。買えって言われ、買え、か、買おうって言われてる気がする。意外と配信久しぶりでもないんだよね。一昨日やったかな？一昨日やった気がする。エンチ入りました。エンチ入ったよん。全然そう。こんばんは。一人称のゲームはたまに酔いそうになる。そう、酔いそうになる人ね、多いよね、一人称ゲームって。私ね、全然平気だから、スプラトゥーンもめちゃめちゃ平気だし、そこら辺は大丈夫なんだよね。自分で作っちゃうのはちょっと気分、難易度高くないか。あれは高くないか。ちょっと絵は無理だぞ。ちょっと無理かもしれん。うわー、川崎さん、ありがとう。並べ配信欲しいかも。今やってる端末が、配信やってる端末がスマホだから、スマホ以外にしなきゃいけないから、一旦どうしようかってなってる。そういうの、
ゲーム配信環境とか自分で作れる？作ろうと思えば全然作れるけど、作ろうと思えば作れるんだけどだけどって感じ。作れるけどって感じ。全然ゲーミングパソコンを置く場所もあるけど、その買うしかない、もしかしてもしかして買うしかないえ、何がいる、何が必要一式買えばいける。ゲーム配信するセット一式買えば解決する、もしかして。全然アインストールしてない、めっちゃあるし、たまにあのガチャだけ回しにたまに開いてるガチャ回しに開いてたりする。原神は全然スマホでやってる全然スマホでやってるごめん、全然いいよ、いいんだよ、謝らないで、謝らないでくれ。ゲーミングチェアが、じゃああれだな、ゲーミングチェアがちょうどよくなるような机を取り扱わなきゃいけないかも机を一旦買わなきゃいけないかもな。ショールームゲーミングってアプリあるけど、スマホの画面を配信できるみたい。へえ、スマホの画面配信できる、マジで言ってる？本当に？マジで？ちょっと待って、え、嘘、そんなアプリあるの？え、あ、でも、あ、え、あ、そういう、え、そういうこと、あ、そういうこと、あ、そういうこと。でもそれってあれでしょ、顔なしじゃない多分。どうなんだろう。久しぶりに来ました、いらっしゃい。モニター持ち上がらずいるで。おっと、ちょっと考えなきゃちょっと考えなきゃ。ディスプレイ見ないとキャプチャーボードが必要ですね。そう、画面が2個いるのと3個あったらもっと便利なのも知ってるし、なんかとりあえずたくさん機材がいるのも知ってるんだけど、やばいね、ちょっと置く場所がないかもしれない置く場所ないかもしれない。お値段お高くない？高いよ、高いと思う、全然高いと思う。一旦ちょっと二段ベッドの下の、この下の部分をごっそりガッてやって、ここにちょうどいい感じの机を置いて、あっちに向かってあっちの壁でを背にして配信できるようにしたら多分いけるんだけど、いけるんだけど、こいつがね、やばいね、パパーいやー、やばいかも30万やばいかも。え、絶対ハイスペックがいいし、マイクも絶対あの高い方がいいじゃん、声を拾いやすいのが絶対いいと思うし、まあ、マイクというよりヘッドホンかな、ヘッドホンだな、ヘッドホンをこういい感じのヘッドホン買って、ライトもいるし、ゲーミングチェア、そのパソコンを置く用の机で、ディスプレイ2個、キーボードマウスあれだ、なんかもろもろ機材何個か、そのね、つつヘッドホン、おっとちょっとやばいか、ライトもいるね。逆に PC は対応してないらしい。なるほど。おっ、なるほど。マイハさんどうやって配信してんだあれ。マイハさんどうやって配信してんのあれ。すご。ドスパラってお店あるから。ドスパラ、うん、なるほど。いやー、無理無理無理。
あ、そう、タムちゃんアイドルやってるよね今。見てる見てる、全然見てる。高いね、高いものはめっちゃ高いと思う。マイハさんいくらぐらいで買ったって言ってたっけ、内式めっちゃ高かった記憶あるんだよね。やばい、ちょっとやばいか、一旦やばいか一旦やばいか。ゲーム配信対応してなかったっけ。え、わかんない、ショールームでそもそもゲーム配信をできるって思ってなかったから対応してるのかな、どうなんだろう。テーブル椅子からゲーム PC まで揃えた方がいいって、揃えたやつがいて30キツ。わお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 だな、それはワオだな。くまちゃんはね、たまに増えてる。ショールームだとなかなか多分ね、配信しづらいんだよね。マイハさんでもさ、あれどこで配信してる？ショールームだよね。ショールームだっけ？こんばんは。どうやってやってんだろう。もう聞くしかない。それを本人に聞くしかないわ。それはちょっと本人にチリリって聞いてくる。ショールームだよね。どうやってやってんだろう。OK もらえると思う。ああどうなんだろう。やりたいね。とりあえずあの買う段階から始めないとやばいかもね。一旦買って、だってすごい、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、ちょっと待ってほしい、ちょっと待って、待って、ちょ、いい、すごい、かわいい、かわいい、すごい、ちょっと私が、すごい、ビッキーさんありがとう、仕事戻ります、頑張って、すごーいすごーい、すごーい、あー、ありがとう、ありがとうございます、すごいな、すごーい、しかいすごい力聞いてる、なえ、な、すごありがとうございます、仕事頑張って、5年目もよろしく、ありがとう、ありがとうございます、投げに来ただけらしい、いやー、ありがとう、わざ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 来てくれてありがとうございます。マヤさん、お兄ちゃん、そっか、お兄ちゃんね、お兄ちゃんすごか、すごいね、パピーに頼むしかない、これもしかして、パピーに、すごい、めっちゃすごい、ほんまにすごい、すごい、ありがとう、かわいい、クマちゃんがチョコリチソリ、かわいい、ありがとう、プレステを触ってきてないんだよね、プレステはマジで触らなかったし、やったこともないね。クマやすいそらんかい、ちゃっかりしつくまいるからね、これちょこんとちっちゃいクマちゃんいるからちっちゃいクマちゃんいるから、MacBook なんかどっかに聞いた話なんだけど、
なんだっけ、 Windows と MacBook、 MacBook、 なんだっけ、わかんない、わかんなくなっちゃった。なんかいろいろ種類ありすぎてわかんない。PC 持ってないの？持ってないというか、でも全然パソコン使える人だからパピー。あのゲーミング PC じゃないパソコンなら全然ある、持ってるんだけど 持ってるんだけどって感じ。プレステのゲームできるよ。そう、マジ？それはマジ？そう、なんか MacBook はゲーム配信には向いてないってたまに聞いた、どっかで聞いたことあるんだよね。 Windows の方がいいよってどっかで聞いたことある。いいらしいね。高さん、ありがとう。こんばんは。高い、高いよね、ボード高いよ。全然普通のパソコンカタカタして 普通のパソコンカタカタして何個か無料のゲームをやってた時期はあった、あったあった、全然あった。モジピッター モジピッター配信、マジ？モジピッター配信やりたいね、やりたい、それはやりたいかも。全然適当にこうやってやりますけど これも差し込めば普通の PC もゲーミングだよ。でもね、あれ持ってるパソコンはね、ちょっとね、お古めのやつだから動きがね鈍いんだよね。だから結局買いたいとは思ってた。あ、わわわ、そう、 Windows はやれるゲームの数も数も多いのは、そのそうらしいね。めちゃめちゃ効く。バイオハザードのハードモードクリアできる、絶対無理だと思う。そもそもバイオハザード自体やったことがあんまりない。あまりないじゃないわ、全くない 全くない。バイオハザードやったことない。なんか難しいって聞くし怖いって聞くからやったことないし、バイオに限っては配信も、ゲーム配信、ゲーム実況も見たことない。マジ？一応ちゃんとしたノートパソコン1枚、常に充電してないと使えないわ、ちょっとやばいかも。めっちゃすっぴんです。まやさん、ありがとう。こんばんは。クリアしたら貸そうか え、返さな、返せ、返さなきゃいけないですね、これ。怖いの好きやろ？いや、怖いのは好き。めっちゃ好きやし、めっちゃ好きだし、めっちゃ見るけど、怖いのは好きだけど、自分がやるのは無理ってや人なんよ。お化け屋敷好きだけど、自分が行くのは無理みたいな、そういうタイプの人なんよ。自作 PC、まして。やばすぎる。やばばばばば。本当にマジでバイオの配信しだしたら、語彙力消えてくと思う 語彙力いずどこへって感じだと思う。
壁から突然でかいのが出てきて猛ダッシュで追いかけてくる、あ無理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 あのビクッとなるゲームはめっちゃ苦手なんよね、マジで苦手って言ったらリトルナイトメアもそうなんだけど、あれはなんかさ絵柄がまだ可愛くない、可愛くない時は全然可愛くないわ、ごめんなんでもないわなんかまだいいじゃん、リアルじゃないじゃん、リアルだわリアルの時はリアルだわ、あれなんて言ったらいいんだろう、まだまし大丈夫なのよあれはまだ大丈夫なのよ、あの操作方法も簡単だしね、あれ割と簡単だから、でホラゲ実況はねやってみたいんだよね、全然親子行動やってみたいけど絶対難しいんだよね時計の音気にならない、あの寝るときね基本あの音楽聴きながら寝てるから、ね、どこに気になりもしない、えマイハーさん今日は普通の配信かな、すぐ判断してよからねってバイはしてないよ、ちょっと無理かも、は瞬発力ないかもそんなになんだかなわとりあえずとりあえずとりあえず見に行ってみるのもあり、バイオハザードのゾンビ犬が窓をぶち破って押してくるところとかみんな無理かもしれないかも、ちょっと無理かも、お話し会決済みんなしてね、ガラスパリンはやばいね、やばいよ、パソコンをとりあえず変えたいし、あの環境を整えたいんだけど大前提、本当に根本的な大前提として置く場所がないっていうのと配信する場所がないっていう問題点があるから、どうにもこうにもって感じなんだよね、だから本当にこの2段ベッドのこの下のこの部分をごっそりとかやってどっかやったらいけるかなって感じなんだけどこの下の部分ごっそりやるためには大作業がしなきゃいけないからどうしようかなってなりつつ、マイハさんにおすすめのヘッドホン聞きたいよ、私はヘッドホンどこで買ってますって聞きたい、バイオ1で父親さんに見たらガラス破るの、ガラス破るのは怖いよね、追加してない、いいしてきてしてきて、上で寝てるの、あそう上で寝てる私、音消したくらい怖いよね、バイオハザードというか怖いゲームつながりで言うとさ、スマホゲームでやったことある人いるかな、魔女の家っていうあのフリーホラーゲームがねあるんですけど、やったことある人いるかな、あれめっちゃ怖いよ、めっちゃ怖いし、怖いしグロいしっていうのがある、一回私なんかどっかで言った気がするな、魔女の家、マイハさんが持ってるヘッドホンめっちゃ可愛いじゃん、あれどこで買ってんのかなって思ってた、ちゃんとクリアしてよ、天才かもしれん、ゲーム配信をいろいろ調べてやったみたい、ああそうゲーム配信してる人のがたまにこうこうこうでこうこうこうでって説明してくれてる動画がなんかあるのは知ってるし、何回か見たことあるけど理解ができてなかった理解できてなかったし、やるつもりなかったから真剣に見てなかったんだよね、怖くなくなる、平和な音楽流すのは全然ありかも、そう魔女の家はねフリーでできるからおすすめ、
通販だよね。やっぱ通販だよね。ゲーム関係の機器を紹介してる超エコ兼言い方がマジ。プレイヤーウォッチプロジェクトって映画見たことある？ないないね。あー、パパさんに買ってもらったの。なるほど。いや、バイオは夜にやるもんじゃない53分だって。わーお、早い。55分になったら100読みします。でもね、だいたい配信は夜かやる、多分夜だよな。ホラーは夜にやった方が面白いよね面白いよねって読みす。あの、あれはパソコンなのかな。あのね、あのゲーム配信者さんがあのめちゃめちゃみんなやってるホラーゲームシリーズってのがあって、その深夜病棟とか夜間警備とか、あとコンビニバイトとかっていうホラーゲームがあるはずなんだよ。見たことある人いるかな。なんかそのホラーゲームシリーズの、そのシリーズのホラーゲームがめちゃめちゃ怖くて、ゲーム配信者がみんなこぞってやってるゲームがあるんだけど、あれはねやるもんじゃない自分でやるもんじゃないな。いや、でも配信始めたらやるかなやるかな、始めたらやるかな。今誰信じられない。10時までマジ4周年ライブしておくれよ。合格4周年で加入4周年でも良いからの気持ち。やりたいよね、周年ライブはさ、こうずっとやり続けてきてるしさ、やりたいよねって思いつつ、ちょっと待ってソロシリーズの時給やりたい。うわー、ちょっと待ってウニさんありがとう。いい、ありがとう、くまとーかわいいおい、きゃくまちゃんありがとう、かわいいみんな並んでる、めっちゃかわいい、ありがとうございます。ありがくまたわー、ありがとう、ふにさんありがとう、嬉しい。サイレントヒルみたいな感じ。絵柄は多分そう、その夜間病棟とかシリーズのホラーゲームは多分そう多分そう、サイレントヒルとか多分そっち絵柄的な、そっち系。悲鳴聞きたいかも。悲鳴、あ、私悲鳴というより、あの無音でびっくりするタイプかも。あ、でも配信始めたら悲鳴かも、わかんない。クマヤ揃った、ありがとう4周年で4体揃いました、ありがとうございます。大義じゃバラさそうだったのでありがとう、本当にありがとうございます。そう、 1.5 期生がさ、あの UAVE の仕事でね、隼人の野望さんとさコラボしてるじゃん。私あの人知ってるんだけど、ちゃんとゲーム実況してる人じゃん。だからすごいすごい、あの隼人の野望さんってやるって知った時に、あの、あ、マジか、野望、隼人の野望さんじゃん、え、マジって一人で盛り上がってたけどすごいびっくりした。あれはうん、姫かて、いや、メイ57分座ってほしい100読みします。
無言でダメダメになりそう。多分なってる。全然ゲーム実況やりたい。いきまーす。じゃあ早速読めない。読めない。ありがとう。ジョージ豊カロ、あ、カタカタマーク、ま、モーリオ、タカ、サモネのサポーター、佐藤八、フェアチャイルド、ユーヤ、ローヨ、マピケ、ユーイチニャン、ヒデジロ、リサーチャー、ヤス、シミト、鬼軍曹、ダース、ビッグウェーブ、ノリトモ、マモル、マモルさん、ボンちゃん、あっちゃん、ソーダス、カキヒココ、シロワニ使い、青、ワッキー、マルオ、ムームー、コウゲツ、コズキ、どっちだろう、イギータ、アカシノ、カネジ、サヨッチョ、パタナベ、ヨワジロ、チューチュー、ナポリ、マルトマちゃん、石川先輩、ミニオールマルピ、フークロ、ミュウ、キクリン、ヤス、ハンシタ、ウシマロタロウ、ジョン、ドン、スジちゃん、トイレトロルが、アカキチ、あ、アイタカ、ジョンちゃん、なんだっけ、アシタカじゃん。ミドリウマ、ナライシ、モコウコゾ、グタス、コガヤ、ジャム&マーガニ、アオ、ノリさん、模様、セージ、マツ、コネコちゃんのおじさま、ユナイテッド、キヨニ、サシスセソ、ワイリンガル、634、ヒョロ、トモハ、ナミ、チャハンブ、ニューブ規模、フジポン、川崎、ヨース、ミニミミニ、ミニニキビ、クサオ、タケダ、アキオ、キイセキ、クスチフミ、トツアン、クランキー、タカパパ、ハル、ライザン、ゼータン、カヤマオレンジ、ミヤスゲーニ、コナッチ、カシヤギマサキ、ミトモさん、矢口、よそっちゃんさん、ゆいみ、ふうにいさん、やしち、ウィッキー、ありがとうございました。危ない、ギリギリ、ありがとうございました。ハヤトの野望さん、面白い、わかる、めっちゃわかる、ありがとう。改めて4周年ありがとうございます。はい、50 5年目もぜひぜひ2期生 STU、 そして私さこひめかをよろしくお願いいたします。ありがとう。そしてよろしく、何卒おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ、また会いに来てください。5年目もよろしくで。ありがとう、ありがとうございます。